着いたな。ここがジェイルアイランドか。この島から闇に流れた武器が今世界中の戦争を助長している。それだけじゃない。世界政府が島を仕切る監獄長にダイナガンの採掘調査をさせているって噂もある。ダイナガンがもし本当に島にあるのなら政府に渡すわけにはいかねえな。まずは情報源と接触して話を聞きたいところだが、そもそも誰が革命軍に情報を流したのかが不明。手がかりがない以上、別の筋から情報を集めるしかねえな。手始めに島の海軍拠点に潜入してみるか。よし、始めるぞ。何をしている？おっと、しょうがねえな。何をしている？やるか。よし。さて。
始めるぞ。さて、どうする？
これは…なるほど。まさか…了解。よし。
し。始めるぞ。アイザック、さて、そうだ、
やれやれ。よし。アイザックが危ないときは俺が助ける。そうだな。ありがとう。ああ。さて、行くか。おうよ。ああ、やれやれ。あお。さて、おい。ああ。なるほど。いや。Ah!
まった。しまった。しまった。
だと。兄さん。くそ、なんだここ。ミロワールドにようこそ。革命軍参謀総長。小生カタクリ。なぜ。なぜお前がここに。革命軍。まだまだ。ほう。おいおい。待て。ああ。いや。なるほど。ブリュウ。
見つけた。兄さん。違うな。この野郎は。ほう。許さねえ。ルフィ。どけ。ジャン。革命軍。ああ、なあ、なぜ復讐を選んだ、アイザック。目の前で弟が死ねば理解できる。負けねえよ。ほう。俺が証明する。俺たち兄弟は強いぞ。聞け。ほう。
後悔することになるぞ。後悔はしねえ。俺は立場を押してでもルフィを守る。それがお前の選択か。ああ。まずいな。
奴を逃がすな。くそ。よし、始めるぞ。
疑問の余地はない。話すだけ無駄だ。ちぃ、アイザック。単純な回復。
お前も死ぬぞ。正義のためだ。ちふんふん。俺は逃げない。たとえそれで死のうとも、力には絶対に屈しない。それがお前の正義か。正義じゃねえ。俺たちの自由だ。
前はなぜ復讐？え？俺にはルフィがいるからな。復讐なんてしてる暇ねえんだよ。やはり。いや。よし。落ち着けルフィ。お前の目指す場所はもっと先だろう。サボ。ルフィ。な。手を貸してやるよ。わかった。一度ならず二度までもこのわしが逃がすわけがなかろう。危険。シートどこかで。見覚えのある日じゃの。俺はサボ、革命軍の参謀総長にして麦わらのルフィの兄だ。悪いがこの先通すわけにはいかない。あいつの兄としてな。逃がしやせん。じゃなさそうだな。よそ見しとる余裕はありゃせんぞ。ん？島民が危険な目に遭っている時だ。チンピラに関わってる場合じゃございやせんでしょう。戦争はしまいじゃ。島民たちを避難させろ。世話になったな。兄さんはきっと生きてる。そんな気がするの。やったな、ルフィ。パラ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 。ガチャ。俺だ。回収できたか。ああ、すぐ戻る。絶対に死なせるな。ジャンヌとの約束は守れそうだな。またな、ジェイルアイランド。